艦隊平洋大学は岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺721番地に本部を置く日本の私立大学である。2007年に設置された。大学の略称は IPU。2007年4月1日、どこにもない大学を目指して開学した。初大学長は創始学園グループ理事長の大橋博士。1987年8月にハワイで提唱された。 インターナショナルパシフィックユニバーシティ構想を背景に、創始学園が1990年、ニュージーランドにインターナショナルパシフィック大学を設立し、それに続いて設立された。基本理念に、教育と体育の融合を掲げ、様々な教育の場面で、スポーツ経験が生きるという信念のもと、体育についての学びを教育の学びに生かすことで、両者の融合を図ろうとしている。 そして学生たちが教育会あるいは一般企業に就職し将来的にリーダーとして活躍することを理想としている大学生活の行動指針である悟訓の実践による人間力を身につけ社会的リーダーとして活躍できるタフな国際人の養成を目的としている通信教育課程も併設しており学部教育と同様 次世代教育学部教育経営学科で4選考を設置している。設置母体である学校法人、創始学園の見学の精神、挑戦と創造の教育を艦隊併用大学においても見学の精神に掲げる。基本理念に教育とスポーツの融合を掲げ、教育、スポーツの両面を通じて健全で豊かな人格を備えた教育者、指導者を養成するとともに、 深い専門性と応用力を兼ね備えた真に時代を担う国際人となり得る人材を輩出することで社会に貢献することを目的としている。教育指針個性教育豊かな人間性と個性を育む教育実学教育深い専門性と実践力を身につける教育国際教育コミュニケーション能力とグローバルマインドを寛容する教育行動指針五訓を胸に己に厳しく 限界に挑む。一、礼節礼をもって、相手を敬い節度をもって、己を磨くこと一、国旗目標達成に向け努力を惜しまず己に、勝ち続けること一、信頼支え合い競い合い共に学び共に生きること一、全身困難、苦境、失敗を乗り越え諦めず、挑み続けること一、感謝周囲の支えの大切さを知り奉仕の気持ちを、忘れないこと体育学部健康。 スポーツ科学に関する教育研究を行い、競技スポーツ、健康運動、健康、スポーツ教育の専門職分野において、科学的知識と実践力を備えた、社会のリーダーとして活躍できる人材の養成を目的とする。体育学科スポーツ科学に関する専門的知識と運動技能を身につけさせることによって、青少年のスポーツ教育に寄与できる指導者、アスリート、 社会の多様な分野でリーダーとして活躍できる人材の養成を目的とする。健康科学化健康、医科学の深い専門性に裏付けられた実践力を養成する実学教育を重視し、健康科学を中心として、健康医学、スポーツ医科学や保健衛生学、保健医療学の学際的な領域で学び、アスリートはもとより広く人間の健康を科学する。 医療人の養成を目的とする。次世代教育学部教育学、心理学、社会学などに関する教育研究を行い、教育実践力、コミュニケーション力、異文化理解力を備え、時代の社会を担い、自らの力で意思決定や価値判断のできる人材の養成を目的とする。子も発達学科激変する、時代社会の中に生きる、子もとその過程を育むために、 多面的に事象を理解する能力と実践力、協調性を培い、コミュニケーション能力に優れ、さらに国際感覚のある人材の養成を目的と、する。教育経営学科時代を担う子供が、豊かに、自己実現をする上で不可欠となる基礎を培う、教育を実践できる人材の養成を目的とする。経営学部現代経営学科は、経営、 経済に関する幅広い知識と教養を土台として、経営学、国際経済、会計、ファイナンス、マーケティングに関する専門知識を体系的に学び、企業実務やマネジメント手法等の実学に触れ、グローバル化する企業活動に持続的に貢献できる人材の養成を目的とする。キャリア支援制度系列大学への短期、長期での海外留学制度、晴れの国、 岡山といわれる地の利を生かし、山間の豊かな自然環境という和したキャンパスロケーションにあって、新校舎や実習施設、体育館等を建設することで、教育環境の充実を図りながら、教育とスポーツの融合を掲げる大学として、体育施設の整備も推進している。つながるをコンセプトに掲げ、IPU の新たな拠点として2016年4月に開設。 企業や地域ともつながる交流の場としても活用されている。JR 岡山駅から岡山市役所に通じる幹線道路に面しており、大型商業施設イオンモール、岡山やホテル、山陽新聞社等がある岡山市街中心部に立地。第一キャンパスには世界で活躍する建築家安藤忠雄氏が設計を手掛けた5棟の学者が立つ。 全天候型の陸上競技場、人工芝仕様の多目的グラウンド、ハンドボールコートのほか、学外にもソフトボール専用球場、公式野球専用球場、専用サッカー場、多目的グラウンド等が整備され、体育会活動が盛んな大学として、日本でトップクラスの体育施設を有する。通常授業での使用するほか、各種競技大会の実施や地域社会に向けた。 スポーツ教室の開催、さらに子育て支援事業の一環として、地域イベント行事等にも利用されている。学内外に4棟の学生寮を有し、学友と深くつながり、志、活力、行動力を育む環境が整備されている。2019年度は、女子柔道部は、多数の選手が、世界レベルあるいは全日本の上位レベルで活躍。 さらに、レスリング部やダンス部、チアリーディング部においても、世界レベルで活躍する選手を輩出し、陸上競技部や、男女の公式野球部、男女のソフトボール部、マーチングバンド部は全日本の上位レベルで、活躍するなど、地方にある大学として、他に類を見ないほどの高成績を収めている。体育会発足時より、クラブ活動において指導者と部員間、部員相互間で、 五君の昭和が行われ、大学生活に対する真摯な姿勢を寛容するだけで、なく、学年から学年へと継承されている。ありがとうございます。